よし。で、二人登用できるね。大友の家臣を。で、まあ、こいつらは返していいでしょう。片付けない。で、この後どうするかだよな。大友攻めってするべきなの、これ。大友攻めをしたいんだとしたら、もうちょい軍が欲しい。だとしたら、この軍使って、河野攻めの方が、まだ話としてはわかるな。河野攻めをするべきな気がする。で、毛利と同盟を結んでる先は、あ、これあれだね、浦上とかと、そうだそうだ、毛利が怖いんだったら、浦上と同盟を結べれば、友達の友達殴れない戦法でいくか。よし。浦上、後で同盟を結ぼう、君は。じゃあ、とりあえず、河野先輩、攻撃でいいかな。さすがに今ね、俺の国力だと、九州に渡るだけでかなり国力ってか、消費しちゃうんで、兵糧が。だとしたら多分河野攻めが正解。ということなんで、河野に宣戦布告します。陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。まあ、長宗我部は仕方ない。助太刀いたす。いいね。いいよ、三好くん。いや、俺、手を打とう。三好あんまり思い出なかったけど、三好いいやついだざな。参ろうか。なんか、三好に惚れたわ。まあ、惚れてないんだけど。よし。お、魚心あれば、またイベントだね。一条家を滅ぼし、土佐一国を平定した長宗我部元親は、次の攻略目標を、阿波と考えていた。阿波は、瀬戸内海を挟んで、紀伊国、和泉国、和泉かな?と接しているため、畿内の影響力を無視できない位置にあり、元親にとって懸案となるのは、近年畿内で勢力を拡大している織田信長の存在であった。阿波を切り取り次第、なぜに織田信長ごときに許しを得ねばならぬので。信長ごときとは申しませぬが、確かに今の信長に許しを得る必要はないかと。許しを得ると申すは表向きよ。要は邪魔立てをするなと伝えるのだ。なんだ。まあ、そりゃ言っといた方が信長のためだな。確かに、海を挟んで争うは無益でしょうからな。して、いかにして織田に話を?織田の重臣、明智光秀は我が妻の遠縁、かの者を通じて話をつける。私の義兄も光秀玉、玉とか言っちゃう。光秀様の重臣でございますからね。水心って人なんだ。は、まさかこの日のために私を美濃から迎えたのでございますか?ははは。そなたをここに迎えてもう何年になる。あの頃はまだ土佐すら抑えておらなんだ。かような昔にこれほど先を見通すわけがなかろう。そうでございますよね。わしはただ、美濃の美しき姫の噂を聞き、この土佐に向かいたいと望んだのみよ。でございますよね、うふふ。兄者が多弁になるのは嘘をついている時なんだよな。 だとしたら、やっぱ元親って男は相当優秀な男ですね。兄上の思慮遠謀恐るべし。ということで、畑野と三好が和を結んだらしいね。まあ、そんなことはどうでもいいんだ。とりあえず、これでイベントが増えたはず。元親のイベントは、織田家新章プラス40、新羅制圧か。ということなんで、織田信長どうなってる?あ、国土だいぶ広げてますね、これ。あ、武田との試合に勝ったんじゃない?これ。そうだね、三木城取ってるもんね。あ、多分そうだな。で、あ、武田とも同盟結んでるか。これもう完全に六角攻めの構えだね。あ、これはかなり強い感じになってるね。なるほど、なるほど。理解しました。で、とりあえず三好との同盟がどれくらいあるんだ?新羅を制圧しないといけないんだけど、同盟6ヶ月あるんで、まだできないということで、まあ、河野家攻めで、まあ、時間潰せばいいかなと言った感じだね。そういったところでしょう。で、まあ、多分、神前は織田信長が届くとは思えないんだよな。
まあ後で確認しましょう。そしてそうそう、ちょっともう今からするのも遅いんだけど、まあ、やらないだけやるだけやった方がいいと思うんで、浦上先輩と同盟を結ぶためにちょっと、時間を飛ばそうかなと。でまあ当たり前ですけど織田信長には届かないですね。ちょっとね、多分四万との戦いとか早すぎて、国土拡張が早すぎたせいで多分こうなってますね。でとりあえず時間を進めましょう。河野攻めをさっさと終わりにしたい。で39日で落ちるみたいなんで強行しましょうかね。うん、悪くないね。さすがに元近ってか毛利元就もここまで来たいとは思わないよね。で何人来ようとしてる。ああでも城が先に取れそうだな。だいぶなんか援軍を借りてる雰囲気はあったんで、ちょっと気をつけながらやんないといけないけど、まあ大丈夫でしょう。で別に欲しいものないんで家宝は買わなくていいね。ご命令を。でちょっと感情配りましょう、その前に。ああでも優秀なのいないな。優秀なのいないっすね。まあまあ65A6、 いやいないな優秀なの。土井さんとかは80あったから必要かなって思ったけど、土井さんもね、もう青なんだね。まあ、ちょっと感情上げて、まあこんなもんでいいかな。全然必要性はなさそう。そして元就か。はかりごと王騎が強いんだよな。これちょっと待って、元成って今何歳？毛利元就が死んでくれればだいぶ楽なのに。72。はよ死んでくれ。もう死んでもいいだろ元成。まあ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 、宣戦布告してこないことを祈ろう。本当にもうそれだけだ。浦上先輩と仲良く行こう。あとは頼むぞ。よし、負けられぬのでな。ちゃっかり領地取れたな。で統率50のやつが登用できたね。まあいいでしょう。で元近先輩を、こっちだと軍出ないみたいなんで、進むのだ。大隅城っていうのかな、そっちでいいかな。で若干反応してる大友家が可愛いですね。これはね、反応させといた方が大友の兵糧を削れるんで、大友とは講和の使者を送らずにこのまま行きたいと思います。沿線勘定出てから、まあ、止めればいいかなっていう、すごい簡易的な考えを持ってますね。そして、38日なんだけど交渉ができるんで、ちょっと交渉してみましょう。いいねいいね、交渉ができるんだ。10日で落ちれば楽だし、これはいいでしょう。そして浦上と通商結ぼう。表情を取り頼む。浦上とちゃっちゃっと同盟を結んでしまいたい。そして軍事と論議、軍事と論議だけど待ってね。結構ポイントが必要。これ軍事と農業取ろう。うん。で表情のあれを軽くするっていう。これにて表情を終えよう。その方がいいね。で、兵糧消費を抑える。商業のやつ使うのはもったいない気がするな。とりあえず兵糧収入賞はこれが一番強いんで、これを取ってこれで4つでしょ。で残ったポイントでまたなんか取ろう。これで4つ4つになるから、これで両方とも軍事と農業の方策を4つずつ取れたんで、これから施策力が下がると非常にいいんじゃない。でとりあえず時間進めますか。今できることは何もない。よし、正解の主、一条愚族の表情が解放されました。これ強いね。これ強いね。施策減るのは強いね。これだね、方策実行に必要な施策力が減るってことで、これで表情がかなり有利になったね。もっと早く取ってもよかったね、この一条愚族の表情。まあまあまあいいでしょう。そして高坂部信康かな、親康かな、近康だな絶対これ。もう学んだぞ、近康だ君は。後で確認するけど、で、全面解放でいいかな。あ、まあ、ダメならもうこれは攻め取るだけなんだけど、近康やろ君。
合ってるか。え、地下安で。やっぱ地下の字なんだね。長宗我部家は。国地下だから多分、自分の子供には地下の一字を挙げてたんだろうね、きっと。わかりやすい。歴史の勉強になるな、この、あずきがぶゲーム実況チャンネル。チャンネル登録するしかないんじゃねっていうレベルだぜ。そして、ちょっと嫌な数字が見れるんですけど、何人来ようとしてますか?4200。大丈夫そうだな。こっちの方が軍は強いしな。よし。ただ、戦争しちゃった方が良かった気もするんだけどね。まあ仕方ない。7600。もーっと必要になるんだよね、これ。ワンチャン勝てんのか、これ。戦って勝ってしまうっていうのも、ありっちゃありだな。ちょっと待って、その前に。もうちょいだね。交渉できる内容がないって言ってるんだけど、ちょっと怖いね。三村とか、そっちの方も期待しながらの方がいいのかもしれんけど。ちょっと待って、お前、他にも、九州の奴らともなんか同盟結ん、そうなんだ。意外。で、一旦軍を戻すっていうのもありだけどね。だいぶ領地は取れたから。いや、攻めるだけ攻めてみよう。もしかしたらこれで、取れるかもしれないし。何人だい？兵糧は1万いくつ。まあ、多分頑張ろう。やるだけ価値はあるはずだ。別に負けてもそんなに問題はないわけだし、戦略次第で勝てるかもしれん。よし、頑張るぞ。これ1500の人数差なんで、これは相当頑張んないといけないね。決戦の指揮取ります。これで取れれば、だいぶ楽に倒せるようになるんだけど。ということで、こちらが私の軍。あ、元地下隊。人数1000人と。これは非常に優秀ですね。悪くない、悪くない。で、攻撃力も100を超えてる部隊がかなり多いということで、まあなんか、優秀な武将がいない割にはかなりいい感じな、強さしてますね。そして敵軍。敵軍は士気が全然なくて、部隊の能力も半分ぐらいなんで、これはね、これはワンチャンありますよ、ワンチャン。ただ、人数差が、約1500ついているということなんで、これをどう対処していくかといったところですかね。はい。ということで、今回の作戦なんですけども、なんと言っても人数差。もう人数差がひどすぎて話にならないということなんで、うつめびをね、5つ置いて、もうこの罠で兵数を無理やり減らして、それで、まあ、倒していこうかなと思います。多分ね、軍を左側に若干寄せればうまいこと引っかかると思うんでね。この左右が短いんで、絶対罠を踏まないとこっちに来れないんで、まあ、そういった意味でかなり効果的な陣ではないかなと思いますね。ということで、早速バトルスタート。行こうか。まあ罠5つ置いてっからな、これはどうにかして突破してもらいたいところですが、大丈夫でしょうか。で、とりあえず軍を、引かせましょうかね。すべての罠の後ろの方に。で、こいつ、土井さんだけは鉄砲を持ってる部隊なんで、目の前にちょっと出してね。動きってか、追いかけられるようにしときましょう。銃を。ご命令を。始めるぞ。ちょっと前出そうかな。見えないかい？撃てよ。まあ、怖いけどね、こっちの下の方まで逃がした方がいいような気もするけど、まあ、仕方ない。そして、鉄砲隊がこの雨じゃと生きないんで、まあ、引く必要もないか。よし、見つかったね。で、引きます。よし、ウズメビ一発目。200人、200人減らしたか。まあ、十分十分。よし2発目。何人だ、まだまだだな。これアホード大変だぞ。で、こういった形で軍が削れたんで、
またちょっと軍を移動させましょう。始めるぞ。若干軍を西側に移動させていきましょうか。始めるぞ。だね、これは覚悟せよ。じゃないと罠に引っかかんない。で、まあいいでしょう、こんなもんで。で、ドイちゃん、ドイちゃん頑張って逃げてね。ドイちゃん一番重要だよ、君。よしよし。で、軍を引いてる感じかな。引かないってか、当たんねえな。よし。ドイちゃんはね、ここで銃を撃っててほしいな。あ、ちょっと待って。ドイちゃん、まずい、それは。ドイちゃんどうしようかな。ドイちゃん逃げられないかも、これ。無理かな、ドイちゃん。やりたい前へ。ドイちゃん頑張ったけどきつそうだね。やりたい前へ。ちょっと待って、いろいろと大変なことになってる。下がりながら行こうぜ。もっと引きつけて罠に引っ掛けてほしい。おお、引っかかった。よかったよかった。引っかかったならやりたい前へ。よし、だいぶいい感じになったんじゃないか。で、そろそろ一芸熟達っていいな。幕とさせていた。これで防御力上げればまだ戦えると思うんだけど、どうだい。で、攻める意味わかんないんですけど、攻めない意味もわかんないんで、これとりあえずこのまま行こうかな。そして引っかかれ。よし、ウズメビ引っかかったね。で、あとはもうどうしようもない。始めるぜ。こんなもんかな。よしよしよし。あ、見えたな、おとり挑発。そっちか。待って、これ罠うまいこと引っかかんなくなっちゃったな。まずいな。これはさ、本陣部隊に突っ込む。あ、その作戦でいこうか。でも180人。いや、お前ちょっと銃撃させるか。いけ。そしてよしよしよし、引っかかったね。で、これで一気に本陣さえやれれば倒せるはずなんで、本陣狙いで行かせよう。ダメか。あー、ちょっときつくなってきたなこれ。500人ちょっとずらしながら、で、遊ばせんのもったいないんで銃撃たせましょう。これよし、壊滅したね、敵軍。これで多分取れたんで、北方の罠に引っかかっちゃった軍を全軍本陣にぶつけようと。これでいけるかな。太鼓じゃないな、一芸熟達だな、やっぱ打つのは。ダメか。一芸の準備はできてるかい。奇跡崩しは強いぞ、これ。攻撃下げんだっけ。攻撃か。よしよし、壊滅。悪くないけど辛い。一芸熟達を。よし、鉄砲撃ててるね。で、これはね、こういった感じで当てよう。で、来た。あー、一部隊返そう。まずい。ただ、ここで一芸熟達だ。勝てればいいんだ。いけー。あ、これは、あー、まずいなー。これ、だいぶまずいなー。沼真中、何部隊 ?3 はでかいぞ、ちょっと。3はつらいが、どうにかなりそうか。このままいけば勝てそうだけど。よし、いいね、銃撃入ってるわ、少なくとも。いけ、削りきて。よし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 、よーし、勝った。これめっちゃ頑張ったんじゃない。あぶねー。誇りにかけて負けはせぬ。よく勝てたな、本当に。
問題はこれで城が取れるかなんだけど。まあ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 。頑張りを評価してほしい。お、お、いいね、いいね。負けられぬのでな。行こうか。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。